ミステリー、こんばんは、ペルティです。で、仕事さ、きつかったら雪降ってて、で、帰りの電車でさ、スマホ見てたらさ、ツイッターでこのツイートがなんかおばちゃんのブホってなっちゃった、みんなもブホってなると思うわよ。ジョイングインはアメリカの製造業が中国の監視機器の製造に役立った可能性があると述べている。え？アメリカの企業があの監視機器の製造に関わった可能性があるってこと？でね、記事また飛んでみたのね。ホーリーとサリバンは中国のスパイ機器の製造にアメリカの製造業者が使われたかどうか政府当局者は明確に答えなかったという。え？アメリカの企業も関わってたっていうこと？本末転倒になっちゃうわよ。共和党の上院議員は木曜の上院議員との機密ブリーフィングで、政府当局者はアメリカの製造業者が中国の監視機器の建設に関わったり、あと支援した可能性を問いただしたら否定しなかったんだって。でもそのね、会社はどこかっていうのを言わなかったみたいよ。で、追及したけども返答なかったみたい。それで回収された気球の残骸はね、英語で書かれた西洋製の部品を使っていたことを確認したんだって。だから西側諸国だったりアメリカ国内の部品を使った可能性がすごく高いんだって。で、国務省は木曜、人民解放軍の公式調達ポータルで公開された情報によると、気球製造業者は中国軍の、直接関係がある人民解放軍の承認されたベンダー、だから製造業であると確信してるんだって。だからもうその会社がもう中国人民解放軍の承認された企業で、そこが今回気球作ったと。で、あともう一つ問題なのが、数年前にアメリカ上空の気球が飛んでるでしょ。このブリーフィングでいろいろなんかね聞いたらしいのよ。この何、ちょっとイケメンのお兄さんが、この何、ケビンゲーチュっていう人、上院議員の人、ケビン・ゲーチュ、なんかチュッてされたみたいな、なんかドキッとするわね。で、チュちゃんがね、数年前にアメリカの上空を飛行してて、で、これをやっと公表したわけでしょ。で、いろいろさ、なんていうか監視してたわけじゃない。で、実際撃ち落とすかどうかっていうのを揉めに揉めたでしょ。数年前から上空なのに、なんて準備が全然できてないのは、これはどういうことだっていう。だからそれは重大なミスだったんじゃないかっていう。そもそもずっと上空にあって、それを、監視するわけじゃない。で、なんか計画があって、最終的に公表したわけでしょ。じゃあこの数年間何やってたんだっていう話になるじゃない。で、今度はその、撃ち落とした残骸が、もしかしたら、アメリカ国内の部品を使ってて、で、なんかもう英語も書いたんでしょ？その部品。で、なおかつ、その、なんていうの、会社はもう判明してるわけでしょ？でも公表はできないと。おばちゃん思うんだけど、ずーっと上空に飛んでたわけでしょ？で、軍事基地とかを取ってるっていう話だったんだけど、それだったらもう機密が漏れるとまずいっていうんで、撃墜するのが当たり前じゃない。撃墜をずっと数年間放置してたって。今アメリカが力入れてる、顔認証のあれじゃないの。それでずっと、で、人民解放、だからロシアの技術とかがいっぱい入ってるんですよ、顔認識のなんていうの、なんか変な監視システムみたいなの。で、それが中国もやってて、で、アメリカの業者がその部品作って、
アメリカ中国で軍事基地じゃなくてこれ数年間でしょ、人のチェックとかしてたんじゃない。だってトランプの時もでしょ、だってあの選挙の時もいろいろあったじゃない、それの時もずっと上空飛んでたわけでしょ。で前回の動画で言った通り CIA はしてたわけでしょ、で国防省の一部はしてたわけでしょ、軍の重装備してたわけでしょ。まあ、トラッパー選挙の時に、みんなの、バイデンイエーって言ってたでしょ。なんか、おばあちゃんわかんないけども、アメリカ国民を、あ今日寒い。いや、もう雪の中ずっと震えてたから、おばあちゃんちょっと今、発熱しちゃってる。いや、あらら、ちょっとごめんなさい。ちょっとお席外してよろしいかしら。うん、お腹もピーピー言ってんのよ。だって耳を澄ますとお腹がさっきからずっとピー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 長渕ってなんか鳴ってんのよ。急にお腹冷えちゃったおばちゃん。ちょっとトイレ行ってくるね。あ、それでね、国内でもすごいニュース来たのよ。これ福井県のとある田舎町が移住者に向けて暮らしの七か条公開。これ見て移住する人いるの？ラ福井県にある人口2300人の田舎池田町さん、都会から引っ越してくる移住者に向けて池田暮らしの七か条公開。村社会の闇があまりにも凝縮されすぎていると話題に。え、何それ、何大体その七か条って何。池田暮らしの七か条。第一条、集落の一員であること、池田町民であることを自覚してください。総人口の少ない池田町でありますが、私たちは33の集落において総合扶助を土台に安全で豊かな共同社会を目指しています。第2条、参加、出役を求められる地域行事の多さとともに、都会にはなかった面倒くささの存在を自覚し、協力してください。なんかこの段階でも売ってくるものあるんだけど。え、何？何この売ってくるもの。池田町の風景や生活環境の保全、祭りなどの文化の保存は、集落ごとに行われる共同作業や、集落独自の活動によって支えられています。共同して暮らす場を守るためにも参加協力ください。草刈り機は必需品です。回を重ね使い込むことで技術上達が図れます。それは使っても慣れるでしょ。でこのことを面倒だ鬱陶しいと思う方は池田暮らしは難しいです。うわ、なんかうっとくるわ。あららら、ら第 2条でもうこの状態よ。第3条、集落は小さな共同社会であり、支え合いの多くの習慣があることを理解してください。生活の基盤は集落であり、長い年月にわたって様々な行事や集まりを通して暮らしを支えてきました。何、私だけ見ててよって彼女いるじゃない。そういうこと。池田だけを見ろと。おで、第4条、今までの自己価値観を押し付けないこと。いや、池田暮らしをかなり落ち着けてるけど。え、どういうこと。え、また都会暮らしを地域に押し付けないよう心がけてください。集落での生活は、ご近所などとの密な暮らしの日々があります。都市では見られなかったルールや仕組みもありますが、みんなで折り合いをつけながら、培ってきたものです。これまでの都会暮らしと違うからといって、都会風を吹かさないよう心がけてください。うん、やだ。この時点でおばちゃんもう嫌。第5条、プライバシーがないと感じるおせっかいがあること。多くの人々の注目と品定めがなされていることを自覚してください。品定めって何？え？どのような地域でも共同体の中に
初側の方が入ってくれば不安に感じるのであり、どんな人か何をする人かどうして池田にと死なせ試されることは自然です。干渉おせっかいと思われるかもしれませんが、仲間入りへの愛情表現とご理解ください。第6条、集落や地域においての濃い人間関係を積極的に楽しむ姿勢を持ってください。静かでのどかな池田町ならではの面白さとして、ご近所やいろいろな出会いの中での会話を楽しんでください。で、第7条、時としては自然が脅威となることを自覚してください。特に大雪は暮らしに多大な影響を与えることから、ご近所の助け合いを心がけてください。池田町は2004年の福井豪雨災害で大きな被害を受けて以来、集落防災隊長を設置し、地域防災力を高める取り組みを推進しています。また池田町には雪で荒らそうな春になれば恨みだけが残るという教えがあります。積雪時、大雪での譲り合い、助け合いを心がけてください。だから雪降った時荒らそうと、春になれば恨みが残るっていう、池田町のそういう、なんていうの、なんて言葉があるってこと、うん、ちょっと鳥なんだけど。いや、ごめんなさい。住んでる方に本当に申し訳ないんですけど、ちょっとこれは、おばちゃん、てか、これ、OK でと思う人っているのかしら。これって書いてあるけど、不快に感じる方は、あまりおすすめしませんよってこと。まあ、雪国でもさ、まあ、助け合わないと、家つく、なんか雪積もっちゃってさ、潰れちゃうじゃん。だから協力しない家とかはもう、うちは助けへんわって言ってさ、みんな助けないと、ドバッて潰れちゃうじゃん。で、業者頼むととんでもない金額いくでしょ。普通の一般家庭では頼めないよ、うん。で、潰れてくれないとさ、他の人に見せしめになんないでしょ。村社会って難しいわよね。だって、まあ言いたいことわかんないよ。みんな助け合わないと大変じゃない。だから、ねえ。ごめんね、おばちゃんはブリだわ。おばちゃんは、フリーダムが好きだから。でも言いたいことはわかんないよ。この、雪で荒そうな。春になれば恨みだけが残る。うちは助けてんのにっていうのあるじゃん、確かに。で、みんな協力し合ってさ、でも命もかかっちゃってるじゃない。だから協力し合って雪かきして、まあ、向こうのお隣さんもやってあげようと思って書いたけど、そのお隣さんは知らんわってなったら、あ、じゃあいいや、一回潰れてもらわなきゃっていうのは、わからないではないけど、ちょっとおばちゃん、ちょっとブリ、ごめんなさい。どっかさ、夜中、ジュースとか買いに行くときさ、なんだろう、疲れてる時ってさ、ちょっとおかしくなってるのか、変顔したくなる時ない？急に、ウィンって、なんか変な顔したくなる時ない、うん、だからそういうのすると、ああ、もう池田っぽくないって言われちゃうかもしれないんですよ。チンポジ直すのとか大丈夫かしら。あ、いや、おばちゃんはないけど、おばちゃんはマンポジ？マンポジとか直したりすると、いや、もう都会風だわって言われちゃうのかしら。もう自由にポジションをずらしたいわよ。ちょっとこの位置は微妙だなっていう時はもう自由で動かしたいもん。まあちょっとね、まあ言いたいことはわかります、すごく。おばちゃんも秋田出身だから。ビビってくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。